国光彩乃さん、ぜひこの茨城ロック大激戦を皆さんに押し上げていただき、勝たせていただきたい。先月26日、選挙戦の中、自民党国光彩乃候補の応援に駆けつけた岸田総理大臣。大勢の前で街頭演説を行いました。実はこの日集まっていた人の一部は、ある団体に日当5000円で集められていたことが分かりました。これはそのことを示す文書のコピー。茨城県トラック協会が関連する任意団体、茨城県運輸政策研究会が支部長に送ったもので、街頭演説に会員を参加させるよう呼びかけています。参加者に対しまして日当5000円をお支払いさせていただきます。動員された参加者に日当が支払われたのは選挙違反に当たるのではないか。今日、市民団体が国光議員を東京地検特捜部に刑事告発しました。何らかの具体的な相談があったに違いないと思ってますので、そこは今後の当選するために国光議員側が研究会に働きかけた買収行為ではないかと主張。刑事告発を受けて国光議員の事務所はコメントを発表しました。日当が支払われた事実は知りません。日当の支払いをお願いしたことも相談したこともありません。日当の支払いについては知らず、関与を否定。さらに、本件告発が受理されるようなことになるのであれば、告発人らを虚偽告発罪で刑事告発せざるを得ないと考え、今後告訴を検討することといたしました。一方、研究会は岸田総理が応援した日には21人を集め、日当としてそれぞれ5000円を支払ったと認めています。違法性の認識はありませんでした。日当の支払いに関して国光議員側とやり取りはなかったとしています。公職選挙法に詳しい専門家は、問題はこの、研究会の幹部の方と国光さんの陣営の方との関係がどういう関係であったのかと、独自の判断で動員をし、それに対して手当を払ったと、まあ、言うだけであればですね、公職選挙法違反にはちょっと問いにくいかなという。特捜部は今後告発を受理するかどうか慎重に検討するものとみられます。